はい、どうもみさんこちは、ゆひこです。それでは今回なんですけども、ペイペイフォトコンテスト9月のワクワクペイペイでお得に楽しむキャンペーン開催中、ヤフーのズバトクもということで、今回はペイペイに関するキャンペーンを大きく分けて2つ紹介していこうと思います。 そしたらまず一つ目はこちら、ペイペイボーナス5万円相当プレゼント、ペイペイお弁当おうちごはんフォトコンテストということですね。期間は2019年の9月の17から9月の30日までとなっています。このキャンペーンの簡単な概要としたら、現在9月のワクワクペイペイで食品スーパーが対象になっていると思います。なので、それで購入した食材で作ったお弁当や、 イベントやおうちご飯の写真をインスタグラムに投稿して、入賞者の方にはペイペイボーナスがもらえるということですね。なので、これは、もしかしたら、主婦の方必見かもしれないですね。ちなみに、今回のフォトコンテストの商品はこちらなんですけども、三種類ありまして、グランプリは一名様となってまして、こちらはなんと五万円相当分のペイペイボーナス。そして、準グランプリは五名様となってまして、一万円分の。 ペイペイボーナス。そして入賞された方は50名様ということで1000円分のペイペイボーナスということで、これ入賞したら普通に嬉しいですよね。まずこのキャンペーンの流れなんですけども、むっちゃシンプルでわかりやすいです。まず一番目。まずはインスタグラムでペイペイの公式アカウントをフォローします。そして2番目。スーパーで購入した食材で作ったご飯やお弁当を指定のハッシュタグをつけて投稿します。 ちなみにしてのハッシュタグはこちらですね。シャープ p イペ a y p a y s h a r p a y p a y はスーパーマーケットごお得。そして3つ目のこの s h a r p ○〇〇スーパーというのはお買い物したスーパーの名前ですね。そして4番目、シャープお弁当またはおうちごはんということでこれで合計4つのハッシュタグを使うようになっています。そして今回のこのキャンペーンですね、なんと期間中何回でも応募が可能となってますので、まあ、朝昼夜それぞれ上げていくとかなり面白そうですね。 まあ、あせっかくなので、僕もこのタイミングでゆずひこのインスタグラムを解説しました。一応ですね、アカウント名はゆずひこアンダーバーブログというアカウントで始めました。そして一丁前にですね、一つ目の投稿も完了しています。こちらですね。じゃんということで、こちら初投稿です。本日は豆腐ハンバーグを作りました。鶏胸肉、ごぼう、お豆腐、調味料、フードプロセッサーで混ぜてあとは焼くだけ。ヘルシーだけど旨味もあって最高でした。ということで、まあ、あご覧の通りハッシュタグもつけてますね。そうなんですよ。意外とこう見えて料理結構好きな僕の な,んですよね、なのでまあ9月いっぱいはこのキャンペーンに向けて頑張って投稿していこうかなと思いますまあ是非ですね僕の料理に興味ある方はフォローを待ってますまあそれ以降はもしかするとまた違う形でアップする予定でもあるかもしれません ちなみに、プロフィールはこんな感じにしました。キャッシュレス VTuber として活動中、キャッシュレスに関する新鮮な情報を簡単にお伝えしています。PayPay ペイペイが大好きですという感じに、まぁ、あ、ちょっとズうズーしいぐらいのプロフィールにさせていただきました。そしたら、まぁ、フォトコンテストに関する情報はここまでで、あとはもう一つのキャンペーンですね。こちらということで、またやってきました。ヤフーのズバトクのキャンペーンなんですけども、PayPay ペイペイと連携してくじを引こう、最大で1万円相当の PayPay ペイペイボーナスライトが当たるキャンペーンということで、まあ、案の定ですね、ここのまあキャンペーンの細かい説明はもう 省きまして早速くじを引いてみましたそしたら 見事に PayPay ペペボーナスライト1円ゲットということで、まぁ、あ、ほただもらえるだけラッキーだなというふうに思いました。まあ、こちらのキャンペーンに関しては誰でもすぐにできるのでトライしてみるのもいいと思います。まあ、ちょっとズバトクに関してはかなり雑でしたが、もうご了承ください。そんなこんなで今回は PayPay ペペのフォトコンテスト、そして PayPay ペペボーナスライトが当たる Yahoo のズバトクのキャンペーンの紹介でした。まあ、個人的にインスタグラムの投稿が本当にどこまで続くかわかんないんですけども、まあ、せっかく料理を作って PayPay ペペボーナスがもらえるなら、まあ、ちょっと頑張れそうな気がします。 まあ、あと、お弁当を作るのも好きなんで、気が向いたら、おうちごはん以外にもお弁当もアップするかもしれません。まあ、一応、今回紹介した、フォトコンテストのキャンペーン、そして、Yahoo のズバトクのキャンペーン、そして、僕のインスタグラムのリンクも下の概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。